かつく。最低。ごめんなさいごめんなさい。そんな言われると。最悪。え？最悪と最低混ざった。中華屋ちゃうで。はい、給料発表。とってます。ここで？とってますとってます。ここですんですか？給料発表です。ちょっとね今月遅くなりましたけど、ちょっと強国の給料明細がね、なんかその郵便ミスかなんかで届いてなかったっす、ね。そうなんですよ。今回届かなくて。うん、まあ泣き寝入ってるんですけど今一旦なんでやれお前はずい普通だからね。まあちょっと物はないんですけど、ちゃんとね不正なく、はい、あの見たらあのアプリで登録してるんで三井住友銀行、はい、それでしっかりと金額分かりましたし、でまあ一緒やったね、一緒やね金額が僕ら、はい、ちょっとざっくりで申し訳ないんですけど両方とも45,000円。変化がねえ4-5ヶ月。おもんねんおもんねん、成長の日記を見ていきたいのにとずっと43,000円か45,000円かの間ぐらいで、でこっからさっき数ヶ月ちょっと下がる未来が見えてるんで、まあこれはねまあ仕方ない。まあちょっとね劇場変わったりそので、気持ち下がる、気持ちどころじゃないがっつり下がりかねないんですけど、うん、まあしょうがないよね。今の給料がね、5万か2万かでわーわー言ってる、そんな給料のために芸人やり始めたのかと。これなんでやねん。おいおい、だからね、言ってもそこじゃないやん、うん、未来のね、ちゃんとお仕事としてね、ちゃんと扱えるぐらいのアルバイトのお給料みたいなもんじゃないですからね。全然違うから求めてるところは、うん、その高みへ行くために少ない期間、来月、再来月、その月、わかんないですけど、その先を見てね、ちょっと稼ぎにかかりましょう。そうしようや。だからね、人望帳…合わせた方が受けたいっすよ。人望帳…ちょっとね、これ、まあこんなガッチガチには言えへんけど、うん、で僕ら今まで無限大で稼いできたお給料や、45,000円って。そうですよ。人望帳やったらどんぐらい稼げるんかな。これ来月、来月、再来月、再来月かな。これ正直わからんよ。そのライブ数自体は一旦減ったとしても単価が全然違ってする可能性全然あり、ありよりのより、いやそれおじいちゃんかおばあちゃんかわからん方のおじいちゃんかかってこいや、うん、こっちにここいや。だからね、言ってる間にその追い越すこともすぐあるやろ。全然あるよ。だからね、もうそこ目指してちょっと目指して、うん、目指すてって噛んだ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 、うん、噛んだ噛んだうのなわけない。おもろい。どう無理、あんま聞かないでください。それこんなもん村田がおもろいやったらそれでいい。今のところちょっと非常に面白い。お甘め甘めや甘めマン甘めマン上見ろよもっと自分で言う。だいぶ非常に面白いですね。まあいいでしょう。だから、ね、ちょっとね給料発表遅くなりましたけれども、申し訳ございませんけれども、郵便物が届いてなくてということで、だから先々月分かな、うん、何月分や。12月分になります。それ稼ぎ時の給料なはずよ、ちなみに村田何分やった。自分は手取りの方です、うん、手取り、57,000円です。いやそうなんよ。お前57あったん。ちゃうよ、俺らもう言ったやろ、言ったからいいやろ、あの遅刻して。あ、そっか、MC か。俺は MC 全削られやから。あ、そうほんまやったらそれにプラス2万ぐらいやから6-5ぐらいはあったんよ。遅刻すんなよ。うわーザ、あ、いや無理やって、トントン。これでちょ、ごめん最悪や、トントンなって思ってんけど遅刻されたんと今のトンの怪我でザーだるすいません。まあでも僕が悪いんで、ちょ嫌やな、トントンの感じは。まあ、だからほんまはね、もうちょっといけたところであるんやけど、はい、まあ、そこじゃないから。はい、そうです。うん、ちょっとね、1位を分取ってってたら、あの、いよいよほいこうに絶対転んでいきます。2月11日、ほんまの勝負。あんたらも勝ったね。あ、そう、はい。2月11日は俺のお母さん誕生日なんでね。うわ、グランドバトルで1位を差し上げましょう。勝ちます、お母さん勝ちます。ほんだね、ありがとうございました。来月のお給料もお楽しみに。